はいえー、それでは、えー、フルクラウド化に向けた AWS と VMwareCloudOnAWS によるハイブリッドクラウドの実践と題しまして、えー、株式会社、全リンデータゴムの渡辺が、えー、ご,せご発,発表をさせていただきます、えー、とちなみに、えー、とスライド、こちら公開いたしますので、えーまあ、写真を撮ったりとかですねその内容をメモる必要は特にないありませんので、えー、皆様、えー、楽しく聞いていただければと思います。 まず私、渡辺、どういう人間かというのです、自己紹介ですけれども、リ輪データコムの技術統括部、インフラを見ております部の副部長をしております、経歴といたしましては、2013年に大手の SIR からですね、ネットワークエンジニアとして、リ輪データコムに入社いたしました、その頃まではシスコ機器しか触ったことなかったんですけれども、ウェブサービスということで、徐々に守備範囲を広げていきましたと。 で3年ぐらいですねネットワークをきれいにしてきまして2016年からサーバーストレージ VMA r の,の仮想化基盤の意識を高知関係の PM を担当したといったところで VMA r 歴は約3年になりますまたですね2017年からですねクラウドチームというのが別に並行して走っておりましてそこを統合してインフラグループというまとめたグループを作りましてそこのグループリーダーを 担当しておりますなので AWS 歴でいうと約2年になります、まあ、なのであのまあ皆様からするとですね、えー、まあ素人に近いかもしれませんけれども、まあ、そのぐらいのレベル感の人間なので気楽に聞いてください、えー、得意分野といたしましては、えー、とネットワークの基本設計ですね、まあ、長くやってきましたので、まあ、なのでやっぱり構成図を書くのが幸せだなと楽しいなと思いながら、えー、管理職をしているちょっとだめな管理職ですはい またあの最近のブームとしましてはですねえアラフォーになってきまして自分の体がだいぶこう変わってきたなと思ってですねえちょっとえ締め直すために水風呂っていうのをちょっとチャレンジしてみてですねこれがまたえいい感じでなんか整うというのは非常にえ感じておりますのでえ皆さんどうもおすすめですですは本日のえ流れですけれどもまずは会社、弊社ゼンリンダトコム。 というのはどういう会社かといったところをご紹介してですねその後クラウド化前輪データコム結構早くからクラウド化を取り組んでおりますそこの遠隔といいますか背景をご説明してその中でなぜ VMU はクラウドを AWS したのかと。 でこんあのちょっとこれ、あの名前がなんかいまいち故障が安定してないんですけども、えっと、この中あの、私のセッションの中では VMC と言わせていただきます、この VMC を、えっと今年から利用しておりますので、その本格利用に際して見えてきたことがいくつかありますので、それをあの大きく分けて管理編、技術編と2つでお送りさせていただきますと。 また最後にそのハイブリッドクラウドの実践ということで AWS とどう使い分けていくかといったところをご説明させていただいて最後まとめと移らせていただきますちなみにえっとですねこの中で VMware クラウド AWS を利用されたことある人っていらっしゃいますかちょっとできればちょっと挙手をしていただきたいんですけどあいらっしゃいますね。あ本当ですか アスク・ザ・スピーカーの席にこの後行きますのでぜひあの私がこう感じて今までやってきたことと本当に合っているかどうかっていうのをちょっとぜひお話しさせていただければます、はいはい、ではまず、えー、前輪データコムについて、えー、こ,こんな会社ですというご紹介になります企業情報、えー、こんな会社なんですけれども、えー、親会社はです、ね、地図の前輪 まあ有名どころで皆さんご存知だとは思うんですけれどもえそのチェンゼンリンの戦略的子会社として2000年に設立された会社です展開する事業といたしましてはえモバイルサービス事業こちらはですねあのウェブサービスであったりあのスマホアプリであったりですねえこのサービスをえお客様にあの地図サービスとしてそのまま提供する機能あ提供する事業です真ん中はネットサービス事業ですけれどもこちらはえといわゆる地図 活用ソリューション、地図情報をいろいろ組み合わせてソリューションとして提供すると、まあ、API などをえ会社として提供するようなえとビジネスがこちらになります。また、ITS 事業、これ、高度道路交通システムというの、ITS というえーワードがあるんですけれども、まあ、あのいわゆるまあカーナビゲーションですね、えー、車会社様と連携して、高度なカーナビゲーションを提供するというようなえビジネスを行っております。 えーまあ、なので前輪が保有するその地図情報だけにとどまらずその外部のコンテンツ等々と組み合わせまして、えーまあ、魅力のあるソリューションを作って提供するというのを我々のビジネスとしておりますその中で技術統括部インフラグループというのがまあどういう位置づけにあるかというものなんですけれども、まあ、先ほどのお話をした ZDC のサービスというのがですね 我々のこの会社の中でえとまあおよそサービスというくくりで送っているものが150ほどございますえまあ例としては大規模顧客様ですねはもうそれはやっぱり専用に環境を用意してえそれなりの保守体制であったりとかえそのカスタマイズの対応できるような環境を用意するというので某携帯キャリア様とかですねテレビ局様等々のえと基盤をえ有しております まあその一方で自社からですね本当にコンシューマー向けに提供しているサービスここにロゴありますいつもナビマルチやトレディナーなどなどこれらはもうイケイケのサービスですね新しいものをどんどん使っていこうというサービスですこのようにですね商用サービスと一口に言ってもこれだけ数もあり多種多様なサービスを統括してインフラを見ていくというのが技術統括部のミッションになりますこれはあの 人数調べたんですけど開発部門が約150名いてですねインフラグループというのがこの8名なんですね、具体的に言うと。まあ、なのでこのバ,バランス感覚というか開発部門の人数がこれだけいてそれぞれのサービスからそれぞれの注文を出してくるというのをうまく取って最適化していくというのがこの我々の主たるミッションです。 それでは、えー、ZDC のクラウド化への取り組みといったところで、えー、ご紹介させていただきますまずシステム概要といたしましては、まあ、いわゆる Web、えー、サービスの、えー、クライアントサーバーモデルの Web3 層アプリケーションという、まあ、一般的な構成なのかなと思っております、えー、オープンソースを基本的に使っておりまして、まあ、Linux ベースですね、はいでえー、クライアントから リクエストを受けたものをウェブサーバーでさばいてアプリケーションサーバーでこう計算をするとで、ものによってはこの,このエンジンサーバーというので地図情報であったりとかですね例えばその地図の画像であったりとかそういったものを演算処理して返すというようなところが基本的なモデルになっております。でその中でインフラ といった場合にですねまあサーバーサイドを見ているんですけれども、スタックというか、レイヤーというか、そういったものでいうと、物理的なファシリティーハードウェアはえインフラの範疇ですし、そこのに乗る OS ですね、Linux の OS をインストールして、一部ミドルウェアまでを見ているというようなのが、範囲がインフラの業務範疇になりますま。最近、AWS 等々パブリッククラウドですと、やっぱり。 パースがメインで出てきてますので、まあ、そこの境界がどんどん曖昧になってきていて我々もミドルウェア知りませんとは言えなくなってきているというような状況ですはいそんな前輪データコムなんですけれども過去インフラとしてですね、まあ、単純な指標としてサーバー台数っていうのをちょっと積み上げで並べてみました実機サーバーから仮想化 VMA r の仮想サーバーですね そ,こそれと、あとは AWS の EC2 というのがこ,のこんな感じで遷移してきておりますとえやっぱりえと大きな転機がいくつかございましてえオンプレのこの新基盤の構築ですね2010年にありましたとでこれを機に仮想化が一気に進んだというのでえそれと機を同じくして AWS を利用し始め軌道に乗ってきているというところです。 で2016年にこのメインの IDC ですねこれを移転するという、えー、プロジェクトがあって、えー、その中で、えー、実機サーバーを撲滅するとともに一部の API、ですね、えー、結構ビジネスの主たるものなんですけれどもそれを AWS に持っていたとオートスケーリングがしたいというので,というので2018年、えー、このような EC2 と、えー、VMware の仮想マシンのバランスになっているというところです。 でじゃあ次、ですねこの2016年に作ったものをじゃあ次どうしていきましょうかという、えー、フェーズに考えるフェーズに入ってきましたという背景がございますでそこでですね中長期のインフラ方針の転換期といったところで、まあ、オンプレミス、えー、作りましたとでサーバー仮想化も、えー、完了しましたで大体まあこんなもんかなっていうコスト可用性っていうのが見えてきました というところで、まあ、いいことなんですがじゃあ次の一歩を踏み出そうとした時に結構ハードルが高いなというのも見えてきていました。まあ、それと同時に AWS ね、えー、圧倒的に存在感を増してきていて、まあ、機能柔軟性スケーラビリティこれはまあ当然なんですけれどもそのマネージドサービスどんどん新しいものが出てきて、えー、我々が自分たちで作るよりも AWS を使っていくという方が現実的なんじゃないかという意見が数勢を占めてきました。 またビジネスの中核となる先ほど申し上げた API がですねエダベースでもう,うまく稼働しているといったところでオンプレ環境リプレースじゃあ5年間かけた後ですねするかといった後にまに何をおっしゃるうさぎさんというのでクラウドに行くしかないでしょうというところであここはあ笑っていただくところなんで全然構わないではいまたまたご冗談をとクラウドに行くしかないですねという話になってじゃあフルクラウドだという方針に舵を切りました。 そんな中でじゃあ次なんで VMware クラウドなのかというところです。はい、一口にクラウド化、AWS 以降って言うのはいいんですがじゃあ何を具体的にするんでしょうとインフラとしてはですね今まで標準で作ってきた設計ありますのでそれと同じものを作ってこう開発部門に渡すというのはそんなに難しいことではありませんと。 まあ、作業量は増えますがそれだけですと、まあ、なんですがオンプレミスにのあるものというのはです、ねまあ、基本的にやっぱり古いシステムが多い状況にございます、まあ、なので、えー、開発部門からするとです、ね、OS のそもそものバージョンアップとか、ね、ミドルウェアのバージョンアップの作業からなんですねその五感の検証から入るといったところで、えー、触る、えー、過去作ったです、ねえー、システムをわざわざバージョンアップをするところからスタートになると。 で、AWS の仕様に合わせたりとかですね、えーまあ、それはシステム的な話だけですけども、それ以外にも顧客調整をしたりとか、えー、リリース作業を手順を作ったりとか、あとは AWS からメンテナンスが来ますので、まあ、そういったもの,の対応をしていく必要がありますと。なので、えー、AWS 化しましょうと言っても、えー、反応としてはこういう風になるわけです、えー。開発部門としてはもう新規の開発、もちろん彼らは新しいビジネスをどんどん作っていくというミッションがありますので、えー、その開発をしたいと。 集中させてほしいというのと、あと営業観点からすると、えー、それはビジネスの競争力につながるのかと、それをやると儲かるのかというやっぱ観点が出てきますと。なので、インフラが、えー、勝手にクラウド化してくださいと言ってもなかなか難しいという状況になります。まあ、なので、ここでやクラウド、ね、<laughs> VMC です。えー、どんなサービスかというと、AWS のベアメタルインスタンスに、 えー、VMWare の仮想マシンが稼働できる、まあ、いわゆるハイパーコンバージドインフラってやつですねリソースが足りなくなったらサーバーを追加すればリソースが増えるっていう非常に単純な、えー、サービスですサービスの提供元としては VMWare 社に直接、えー、支払いをするというようなものになってます、えー、ベアメタルインスタンスの料金だけ AWS に払うとかそういうことはございません、えーまあ、なのでこの仕組みですね、えー、とオンプレミス今まで全部ハードウェアから え全部ハイパーバイザー、全部見ていたものが、ハードウェアは AWS のベアメタルインスタンス、そこにハイパーバイザーを VMR が入れて、その上の仮想マシンだけえ使えばいいというようなサービスになっておりまして、なので、仮想マシンをそのままクラウド化できますという、非常にまあメリットのあるえーサービスだといったところで、われわれ取り組んできました。 去年 VM ウェアの,あのイベントでいろいろこの辺りしゃべらせていただきましたけれども詳しいことはそちらにございますが、えーまあ、その POC を何度もやりましてこれいけると思いましたので今年から、えー、実際に使い始めておりますでは、えー、この本格利用ですねまず、えー、と管理編というので1歩目を踏み出すそうとしたときにです、ね、こういうことがありましたというところを、えー、ご紹介させていただければと思いますまず え利用に際しての心構え1ですけども、でかいんですよね、単位が。クラウドサービスって、スモールスタートができますよっていうのが大体の売りなんですけれども、構成の最小単位が、ですねこの SDDC っていう、VPC ですね、AWS という VPC1 個の中に、ですね i3 メタルのインスタンスがですね4台が必要になりますと。 えー、クラスターの使用で3台最低限必要なんですけれども、まあ、当然1台障害があった時にですねクラスター壊れてしまうとまずいので、えー、4台必要になりますとでこの i3 メタルっていう結構なスペックの、えー、サーバーをですね4台確保するっていうのがいくらになるかっていうのをですね、まあ、計算しますと えこちらオンデマンドでえ大体年額全て込み込みで1000万と考えていただいていいと思いますこれはあの普通にホームページウェブページに載っている金額ですでリザーブドインスタンス的な <coughs> サブスクリプションのえ割引があるんですけれども、まあ、1年利用でさっくり最低2800万円からというふうに構えていただければと思います、まあ、なかなかなんで試しに使ってみましょうっていうんでしたらこのシングルホストモードっていうのが えあるんですけれどもそこでまあ1か月50万円ぐらいでえ試すことができるんですけれども実際やってみようとするとこのぐらいの金額がかかるサービスではあります、はい、ここをちょっとあの心構えがないと最初にえってなると思います2つ目え発注がまた面倒くさいんですよねというところでえ v m a r e 社はですねえ日本で直接取引がちょっとできないのでえ代理店を経由することになります えー、なので、ユーザーとです、ね、直接、えー、契約をするというのは代理店です。VMware 社がこのサービス仕様です、ね、この約款的なものを、えーまあ、代理店にそれぞれ発行してまして。 それをまあラッピングしてユーザーと契約するという内容え流れになるんですけれどもまあこの中にですね当然ながらそのいわゆる返金的な法務的な観点で言うと SLA が下回ったときに返金がとかあとは途中や解約した場合の違約金がみたいな話になるんですよね。なんでですすが当たり前ですけどここの元の元 ところにはですね、あのお金を返しますなんて一言も書いてないので、ユ、えーユーザーと代理店の間でさてどうしようって頭を悩ませることになります。はい、なんでこれちょっとかなり悩みどころでなんとか乗り越えました。はい、次に支払いなんですけれども、その発注が、えー、うまくいくとですね、えー、このクレジットっていうお財布が、えー、このユーザーのアカウントに、えー、あってですね、そこに、えー、振り込まれることになります。 なので、えー、そこでクレジットであ失礼しました。使った分だけこの VMC から、えー、使った分だけ引き落とされていくような形です。まあ、なので先ほどの大きな、えー、単位の金額をですね、えー、前払いで一括でここに入れる必要があるというところで、まあ、なかなかまず金額が大きいというのと、まあ、そもそもクレジット お金なんですかこれっていう会計的な懸念もあってですねそもそも監査対応でじゃあこの VMC 使ったのはいくらなんだみたいなのを計算しなきゃいけないんですねそうするとこのまたこのホストとその他の請求項目のサイクルが合ってないとかですねいろいろ不都合があってですねまこのあたりは VMware 社に 改善打診しているんですけれども、まあ、なかなか頭を悩ませるような、えー、事象に、えー、多分なるのかなと思っております、まあ、なので、えー、ちょっと髪は減らなかったんですけどちょっと白髪は増えたかなと思ってますはい で次3つ目ですけれども、インフラを担当されている部門、チームがあった場合に、ですねまあ大体あの技術領域ごとにですねあの担当、チームが分かれてたりするのかなと思っております。われわれもそうで、VMA はサーバーチーム、ネットワークチームがほかにいて、AWS チームもまた別にいるというようなえと組織になっております。そこでやっぱり今回、VMC やろうといったときに、それぞれのですね役割が。 その分離したまま進めるのはなかなか難しい仕組みなのでえ一緒にやらなきゃいけないんですけどもどうしてもメインになるサーバー担当が大変でその他の人たちはそんなこうよく分かんないなって見ているみたいなふうになりがちです、まあ、ネットワーク担当はもともと受け身なんであので通信要件くださいとか言うんですけれどもまあこのあとご説明しますが結構、ネットワークがメインになりますやっぱり移行を考える上では。 なんで、そこをネットワーク担当によりもっと寄っていこうというところを促したりとか、あとは AWS 担当ですね。AWS をより高度に使っていこうとすると、やっぱりサーバー、VM やってる人って、AWS の仕組み、まだよく分かってないってことは多々あるので、関係ないなって、どうもちょっと思っちゃう人が多いんですけど、そんなことないんだよと、みんなで一緒にやろうっていうのを、プロジェクトリーダーが進めていくのが必要になります。 では、えー、お待たせしました、技術セッションなのでやっと技術編です、構成図が出てきます。はいえー、全体構成なんですけれども、こちら、えー、左側があ現状です、左側がオンプレミス、で右側が、えー、AWS の環境を示しております。えー、左側のです、ね、社内環境、こちらは開発ネットワークと、えー、記載がありますけれども、えー、と社内のです、ね、開発者が、えー、それぞれプログラム開発をするために、えー、使う環境。 の仮想マシンがネットワーク的にはですね社内のここにゲートウェイがあってレイヤー L2 で伸びて商用環境にいるというような構成になっておりますで。商用環境自体は直接ですねウェブからインターネットからリクエストを受ける DMZ のフロントサーバー群。 とあとは、えー、とバックエンドのサーバー群とあとは機密情報ですね、えー、重要情報を守るよう、えー、持っているサーバー用の、えー、高セキュアな、えー、セキュアネットワークというふうな、まあ、3, 3段階のネットワークになっておりますで AWS 側は AWS 側で、えーとまあ、これに近い考え方で それぞれサービス単位であったりとかですねそのシステム単位であったりで VPC を切っておりまして必要なところをダイレクトコネクトでつないでいるというような構成をとっておりますでここに VMC が作られた場合こんな風になってくるという図がこちらですまあ基本的にはですねオンプレ環境をこうミラーで え作るような形で考えておりますでフロントバックセキュアのネットワークに関しましては、えー、IP アドレスをですね、えー、そのまま L2 でつなげてっていうのも考えたんですが、えー、と移行を検討した結果ですね、まあ、新しいネットワークとしてえ作って仮想マシンをえ作るという方針を取っておりまして、えー、と開発のネットワークその一方で開発のネットワークはこれ同じネットワークサブネットでつないで、えー、VM 仮想マシンをそのまま持っていこうと。 いうふうふに考えておりますまた、えー、とダイレクトコネクトですねその間はダイレクトコネクトでつながっておりまして、えー、と既存の線に一、まあ、つ VLAN を追加して BGP を追加するようなピアとして追加するようなイメージで接続できますあとポイントとしてですねここの VMC 接続 VPC と記載しましたが、えー、とこの VMC の1、えー 環境を作るときにですね一つ、AWS 側のサブネットを指定して作る必要がございます。そこに指定したところにこの ENI ですね、仮想ニックができるんですけれども、一応これを使って AWS と通信してくださいという構成になっておりますま。ここ結構ポイントになってくるので、後ほどご説明しようと思います。このような構成で移行を考えたときにですね、 え見えてきたものありますすので3つほどえご紹介させていいただければと思いますまずポイント1ですけれどもまず仮想マシンの移行ですねえ今オンプレミスにある仮想マシンをどうやって移行しましょうといったところで HCX ハイブリッドクラウドエクステンションという VMA r の製品が1つありましてこれがえ豊富な移行機能を持っているという売りになっておりますで移行機能というのがまあ上からえと冷たい方から コールドマイグレーション止めたマシンのイメージをそのままコピーできますよという機能とあとバルクマイグレーション、こちらウォームって記載させていただきましたが仮想マシンオンプレで動いているものを停止はするんですけれどもコピーして新しい VMC の中で上がってくるというのをスケジューリングできる機能ですで3つ目、VMotionVMA の,の売りであるライブマイグレーションですねサーバーを全く止めずに持っていきますと。 いうものですでクラウドモーションというのが、えー、これ大規模ライブマイグレーションと書きましたが、えー、この VMotion っていうのは1台ずつ手動でやるものを、えー、スケジューリングして、えー、好きなタイミングで一気に任意のタイミングでできるというものになります下の3つに関してはですね、えー、と同じ IP アドレスで、えー、仮想サーバーが VMC 側で上がってくるという前提が必要なのでエルズ遠心というのが、えー、前提としてございます まあこのような機能ですね、ある中で、われわれがどのような方式でやろうかというのを検討した結果、開発環境につきましては、IP アドレスを変えない方式で、そのままもう持っていこうと、クラウドモーションで持っていこうという案を選択いたしました。これであの海外事例で3000仮想マシンを1週間で持ってきましたみたいな、確か MIT の事例に並べるかと思って、この野望を秘めてこちらを選択しました。 あと商用環境についてはですね IP アドレスを変えて、えー、とあの現行環境と真の環境を平行カードさせて、まあ、ブルーグリーンでこう切り替えていこうということを考えているので、まあ、コールドマイグレーションを選択いたしましたで、えー、その開発 VM をですね L2 で持っていこうと L2S で持っていこうというのを、まあ、もうちょっと具体的にご説明しますと、えー 簡単にご説明しますがインターネットからです、ね、ファイアウォールで受けてネットワークとしてはサブネット2つがもうすでにあってです、ね、もともと社内環境オンプレミスの社内環境にあった仮想マシンを L2 で延伸してですね所有環境に持っていったんですねこれはあのマシンの集約という形で意図があって持ってきましたこれを2016年に停止してやったんでじゃあ今回このライブマイグレーション HCX を使って無停止で これを持っていこうということを計画して挑みました、まあ、なんですけれどもなかなか難しくてですね約85%の仮想マシンがですね仮想マシンバージョンというのが古くてライイブマイグレーションでできませんでした、はいまあ、これは、まあ、VMA さんの,です、ね、あの名誉のために言いますと、えー、まあライブマイグレーション機能を使えるっていう仮想マシンバージョンがこの9.0っていうもの以降が必要ですと。 これって ESXI で言うと5.12012年にリリースしているもの以降で作っていればこのバージョンになるはずなんですけども、まあ、弊社の場合ですね先ほどあの遠隔のところで話した通おり、まあ、2010年12年ぐらいからですねその ESXI のバージョンもうちょっと低いので一気に増やしたので、えー、このバージョンまで到達していないものが多かったですとでわざわざ上げるメリットがなかったので今まで上げてませんでしたっていうものが、まあ、ちょっと足を引っ張ったっていうところですね。はい まあ何はともあれなんですけれども5月末で約400の仮想マシンの移行が完了しておりますではえと次ポイントの2つ目に移らせていただきますが AWS の通信連携が難しいといったところです先ほどあのお話をした VMC 接続の VPC っていうのがちょっとこう仕様が独特で なかなか思うようにいかないなというところでえまあ我々のですね構成からするとオンプレミスからダイレクトコネクト経由でえこの直接 VPC のですね中にアクセスしているという通信が結構な数ございまして VPC としてもえと数十えありますとございますまあそれを VMC に持っていった時にこの青い矢印破線ですねえこのような通信をしたいんですがえこの仕様として VMC の中から AWS 側に通信できるのってこの ENI がいるサブネットだけなんですよね直接できるのってこれはもう完全に VMC の今現状の仕様ですまあなのでえこの VMC 接続 VPC をピアリングしてその他の VPC と接続するっていうのがそのままではできませんまなのでこれをちょっとどう回避しようかというのが一つ頭を悩ませているところです で選択肢は大きく分けて2つあると思っておりまして、まあ、一番簡単なのが、えー、と中継用プロキシを立てると、うん、概念的には簡単です、えーまあ、通信的にはですね、一旦終端を押しまして、えー、またピアリング用のセッションを別に貼るというところでこのプライベートサブネットの中に、まあ、EC2 なり ELB なりそのプロキシ的なものを立てるというものになりますで、まあ、通信がプロキシ,ロキシ、まあ、そもそもできるかとかですねあとは ELB を使った方がいいのかとか あとはサブネット、こ,こういうものをですねこのサブネットにえっといっぱい置き始めるとまあそもそもこのサブネットをですね作り直しができないっていう仕様がありますのでまあなかなかいろいろ考えることが多いなというところですで。もう一つ、こちら大本命なんですけれどもトランジットゲートウェイですね、去年出たサービスです。まあ 大本命なんですが、えー、とこの VPN を、えー、VMC と貼りましょうとで反対側は、えー、普通に VPC にアタッチしましょうというもので、えーまあ、理屈では簡単なんですけれども、まあ、ちょっと新しいサービスいかん線ん去年出たばっかりなのでまだちょっと難しいかなどうしようかなって悩んでいるところですで1個気になっているのが SLA がですねちょっと低いんですよねネットワークサービスの割にで今現状99.95 っていう値が設定されていて、まあ、月間21分止まるとは思っていないんですが、まあ、わざわざこう書かれているというところをどうしていこうかというのはちょっと悩んでいるところです、まあ、なんで上調化しようにもなかなかこう難しいなと思っているところでちょっとここは使い分けを悩んでいるところでまた白髪が増えそうだなというところですこれトランジットゲートへ使われていてその上場とか考えていらっしゃるようなあのうまいやり方がある方がいらっしゃったらちょっとぜひ教えていただきたいなと思います では次3つ目なんですけれども、ロードバランサーですね、えー、現状ですね、VMC は標準でロードバランシング機能というのはございません、えー、ロードマップにあるようなんですけれども、NSX っていうそのネットワークコンポーネントが、えー、ロードバランシングを提供するのはま、まだ先かなと思います。<laughs> 弊社としましてはです、ね、システムとしてサーバーの冗長化やスケールアウトのためにです、ね、ロードバランシングの機能は基本的には必須と考えてましてあとはです、ね、開発者側のローリングデプロイメントのために分散操作をです、ね、開発者側でできるように分散から外してデプロイして入れるというです、ね、そういった操作をインフラを介さずできるようなシステムを提供しております。 なんで、ここもですね、ロードバランスはどうしようかっていうのを考えたときに、選択肢は大きく分けて2つで、えー、AWS のネイティブなサービスですね、ELB を使って、えー、外から、えー、分散操作をすると、分散を、あのー、負荷分散をするという形になります。まあ、これもですね、先ほどの ENI の使用と相まって、まあ、なかなかいろいろ考えることが多いですね、えー、そのサブネットは、えー、この ENI と同じサブネットに、この ELB を作んなきゃいけないとか、で、これが、 外と通信をしたかったらじゃあパブリックにするんですかとかですね、まあ、設計上結構考えることが多いですであともう一つはですね VMC の中に仮想マシンとして、えー、負荷分散のサーバーを作ってしまおうというものですでこれも独自で作り込み LVS などですね作っていらっしゃる方はそれでもいいかもしれませんしあとは、まあ、弊社の環境で言うと、えー、これがあってたんですけども、えー、サードパーティー製の仮想アプライアンス がえー、と大体です、ね、あのどのメーカーさんも、えーえー、VMware のです、ね、バーチャルマシン用というので出していると思います、まあ、なので弊社の場合はこのサードパーティー製のアプライアンスでを採用しまして、えー、VMC の中で負荷分散をするなおかつその分散システムですね、えー、内製で作っているものも、えー、互換性を持って提供することが可能になりました、はい、その他、えー、なんですけれども、えー 年事項としましてはですね、まあ、まだ新しいサービスなので仕方ない部分はあるんですが、まあ、仕様がなかなか定まっていませんねというところ、えー、設定上限だとかあとは性能上限というのが、まあ、明確なものはそんなにありませんなので、えー、そもそも緩和できるんですかこれっていうあたりも含めてもう随時相談をしているような形です。 また、えー、VMC の中でも特に HCX、あのー、ネットワークコンポーネントはですねアップデートが非常に頻繁にかかっているので、えー、かなりちょっとそこでなんかバグが多めだなと、まあ、L2 のネットワーク切れたりはしないんですけどもなんかうまくいかないなとかはちょこちょこ相互することがあります。 またこれからなんですけれどもそのシステム停止を伴うメンテナンスというのがどのぐらいあるかというのが、えー、弊社にとって結構大事なポイントになります、えー、聞いている中ではですねベアメタルのインスタンスのメンテナンスがあった場合はですね、えー、VMware のサポート側がライブマイグレーションで、あのー、勝手に対応しますとなのでユーザーとしては別に気にすることはありませんという、えー、サービスになっていると。 まあなんですが、えー、とネットワークコンポーネントを例えばバージョンアップしますとか言った時にですね全体が停止しますって言われちゃうとさすがに厳しいなと思っていて、えー、その辺りはまだまだこれから先になるとは思いますがちょっと、えー、夜も眠れない感じで今、過ごしているような状況です。あと最後、オラクルですね、えー、ちょっとオラクルの関係者の方いらっしゃったら申し訳ないんですけども今回、VMware クラウド上にオラクルのソフトウェアをインストールすることはちょっと諦めました。 はいえー、オラクル社と交渉した結果、ですね、あのー、買っているというか、並べているサーバー分、全部ライセンスを、えー、かかりますというところになってまして、ちょっとそこまでのライセンス費用はさすがに無理だったと思ったので、えー、我々はオラクルとしては、えー、AWS にどんどん持っていこうという形の選択を取っております。 まあ、脱オラクル加速するんで、まあ、いい面と捉えまして、えー、もしかしたら来年あたりですね、えー、弊社の DB 担当が、えー、脱オラクルのポイントなんていうセッションを持ってるかもしれませんもっと VM ウェア的なことがあ知りたい方がいらっしゃいましたら、まあ、去年その v フォーラムとか VM、ね、<laughs> ウェア社のイベントで結構いろいろ出してますので、まあ、そちらを見ていただくようなところがいいかなと思っております VMA さんの営業さんにいらっしゃあのお話をすれば手に入れられるかと思います。それでは、えー、とタイトルである、まあ、ハイブリッドクラウドの実践といったところに戻りますが、えーまあ、そのような VMA クラウドと、まあ、AWS ですね えーとどうやって使い分けていきましょうかといったところになると思っております。まあ、VMware クラウド、今これからなんですけれどもまあハードウェアからまあどっちにしてもですねクラウドサービスである以上このハードウェアから開放されるということでインフラとしてのえその作業業務がだいぶ減るといったところは両方とも同じなんですけれども AWS と VMware クラウドの違いっていうのを、えー、と弊社でのポイントとして考えているのがこちらになりますメンテナンスとあとは旧システムの互換性ですね、えー、AWS はまあ共通プラットフォームである以上は仕方がないかなと、えー、それはもう許容せざるを得ないんですけれどもメンテナンスももちろん多いというか AWS 側のタイミングで 必要になってきますしあとは互換性ですねいわゆる前方互換というか古いものをどんどん切ってくるというようなことに対応していかなければいけませんなのでこちら直近のメンテナンスって書いていましたけども例えば S3 の SIGV2 とかですね結構皆さん えー、てにゃんわんやしたんじゃないかなと、まあ、今はしてるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、単純にサーバーがないから、えー、メンテナンスコストが低いですっていうのは非常に短期的な話で、えー、もっと長期で見た場合にやっぱりこういうコストっていうのはかかってくると、まあ、そこは覚悟しなければいけないのかなと思っておりますと。 その一方で VMware クラウドの方はですねま,あちょっとまだ分からないですけれどもメンテナンスは多分仕組み上ユーザーが意識しなければいけないメンテナンスは少ないというふうに想像していますまたですね旧システムの互換性これは VMware 社の思想としてポリシーとしてやっぱり古いマシンを動かせますというのにかなりプライドを持って製品を作っていると感じてますのでこれは非常に高いと考えます まなのでこのままえいくとですねま10年後もえ弊社の VMAR の仮想マシンとしてまセント後とかが動いているんだと思います、はいまあ、それがいいか悪いかは分かりませんがそこのえアップデートをするかどうかのチョイスがユーザー側に生まれるといったところですね、まあ、こういう差があるんじゃないかと考えています、まあ、なので AWS はそのサーバーレスであったりとか まあ各種マネージドサービスを使ってですねまあスケーラブルに効率的に運用していくでなおかつえ作り直しもどんどんできるようなアクティブなサービスを載せていくべきなんだろうとでその一方で VMware クラウドに関しましてはえ1回作ったらまあえ何かしら外部要因としてえわざわざ変える必要はないかもしれません。と あとはですねあの仕組み上をどんどん集約していくと安くなるようなそのオンプレミスのモデルに近いのでえ集約を高めていってですねえ安価にすることが仮想マシン単位のですね単価を安価にすることが可能と考えています。まあ、なのでそのようなパッシブなサービスを VMware クラウドに載せていくという,ようなことを考えております。 で最後まとめです ZDC とまあハイブリッドクラウドというところにつなげましたがインフラ展望としてはです、ね、スピードコスト柔軟性を求めてクラウド化を進めておりますが既存のシステムを AWS 化するというのは非常に大変なので VMware クラウドを使って負担少なく移行を進めております。 また、えー、VMware クラウド AWS、言いいにくいですね、はいえー、ベースは、えー、と VMware 製品なんで、えー、仮想マシンの互換性やシステムの安定性は高いというように評価しておりますが、えーと、サービスの今の仕組み上、ですね、まあ、利用のハードルはそれなりに高いです。 あとですね、まあ、現時点ではサービス品質、まあ、そんなにこう使いやすいかどうかというとなかなか難しいと思わもありますので一緒に VMware 社と組んで、えー、サービスは品質を上げていくというような覚悟が必要ですまたハイブリッドクラウドの実践と、えー、いたしましては、まあ、何はなくとも,も VMware クラウドに移行を終わらせるというのを、えー、まずは最初の目標にしております 2020年度内にオンプレミスのデータセンターのクローズを目指して今、移行を進めている真っ最中です。その後、ですね移行が完了しましたら用途、特性に合わせてクラウドを利用していくというところで革新性を提供する AWS と安定性を提供する VMC、これをアクティブあ攻めか守りかのサービスで使い分けていくようになるんだというふうに今、現状、考えております。 ははいでは最後、おまけです、えー。インフラエンジニア募集しております。はい、自社サービスで、まあ、いろんなことができますよと、えー、作るだけじゃなくてですねあのメンテナンス等々おもりまで含めて全部責任を持ってできます。はいまあ、今期の取り組み、えー、VMC だけじゃなくてですね、えー、自動化アンシブルであったりとかコンテナファーゲートやろうかななんて考えてたりとかあとはヒストリー GCP もやってたりします。まあ、なんで、えー、こんな私の部下でよければぜひメール待ってます。 あとですね、えー、いつもナビラボっていう弊社のです、ね、サービスがこう簡単にこんな感じですっていうのが触れるラボサイトがありますので良、えー、ければ見てください、この到達くんとか非常に楽しいんであのここから10分でどこまで行けますねみたいなのをポリゴンで表示してくれるこれで2、3時間遊べるようなサービスありますのでぜひ見ていただければと思います。以上で発表を終わりりまますごご聴ありがとうございました